大分トリニータ対浦和レッズ、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、この試合のどんなところ注目されていますか？そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。そしてね、早いうちにやはりゴールシーンを見たいですよね。そうですね、浦和としては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよね。はい、今日はそんな一戦を迎えています。今ザット選手の様子を伺っているんですが、坪井スタメンでの起用ですね。非常にコンディションがいいと聞いています。ちょっとよろしいでしょうか？あ、はい。彼なんですが、今日の練習ではいつもにも増してフットワークも軽く、非常に調子の良さが見受けられましたね。ああ、なるほど。さあ本日のピッチレポートはフローラン・ダバディさんにお願いしています。ダバディさん、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。そろそろ試合が始まります。さあ前半スタートです。向かって右側がレッズ、左側がトリニータ。強引に行きます。大事なところ、さあどう攻めるか。弾いた、チェックに行く。大きく横へ運んでいきます。おっと、奪われた。下げて、ここは阿部、小野、ここはボールを下げました。鈴木、持久力のある選手です。チャンスになるか。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね、そこからどうするかでしょうね。ピンチを逃れました。ここはディフェンスされました。少し出して、後ろからのマーク、前へボールが出て、さあ競っていく。後ろにはたいた、小さく出した、また戻す。レッズスペースを潰します。スライディングタックル、後ろ、高橋、つないで深谷、ここから三木、藤田。手元の時計では30分が過ぎようとしています。深谷、うまくコースを塞ぎます。あっと、笛はありません。右へ、ちょっとこれは読まれましたね。うん、いいプレッシャーだ。おっと、奪った。後ろへ、左へ出した、右に送ります。高松、激しいマークを見せます。左へ回してプレッシャーをかけます。強いですね。パスをつないでいく、縦に出してポンテ、さあ一気に前線へ送った。出ましたね。なんとかクリア。ここで前半戦が終了します。さあ北澤さん、前半を0対0で終えたわけなんですが、いかがでしょう？そうですね、ゴールは見られませんでしたけども、試合としてはところどころいい場面ありましたね。はい、後半どういう試合展開になりますでしょうか？前半を終えたところで0対0、両チームスコアのないまま折り返します。さあ後半がスタートしています。エンドが変わっています。
向かって右側がトリニータ、左側がレッズ。長谷部、山田、取り返した。山田、壁を使います。ここで動くか。ここまで来た。おお。左へ出す。まだコースを探しています。さあ固まっている。危ないところでした。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ヘッド、強すぎたんでしょうか。いやー、惜しいところでした。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。頭で競り合います。後半も15分が過ぎました。カビラさん、ホーム側ですけど誰かアップを始めてますね。ここから見えるのは一人だけですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。アウグスト、ここで交代させます。さあトリニータ、未だ0対0という状況で先に動きます。うわー、フリーだ。もう一回、西山、外へ開きます。ここで組み立てます。レッズ、ここで控えの選手がアップを始めました。来たー、トリニータ先制点をもぎ取りました。松橋、会心の1点。試合の流れが変わりました。最初の動き出しも早かったですね。そうですね、ちょうどディフェンダーのね隙間を見つけてね入ってきましたよね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。トリニータ、後半で1点差、しかも決して弱くはない相手。これは健闘してますよね。モチベーション高いですよね。格上を相手にすると。さあレッズ、先制点を許しました。まずはね、はい、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。カビラさん、アウェー側ですけど2枚目のカードを切ってきそうです。8番の選手を変えてきそうですね。はい、ここで交代の動きがありそうです。ヘッドだ。しかし北澤さん、実に惜しい場面でした。はい、コンビネーションも素晴らしかったですね。レッズ、ここぞというチャンスを逃しています。追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、奪ってから非常にスピードアップした形でね、ゴール前までのいい攻撃が目立ってますよ。行くか、打った。うわ、守りが固い。鈴木、これを返してもう一度トゥーリオ。おっと、うまいですね。いいディフェンスだ。頭で合わせた。あっと、これはオフサイドでしょう。ここは旗が上がりました。福本、さあロングパスだ。おっとタックル、あっと後ろから行ってしまいました。おっと、空中での競り合い、短くつなぎます。レッズ、さあここまで押し上げてきました。大事なところ、シュートは阻まれます。よく守ります。そして今タイムアップ、1対0、トリニータ1対0で勝利。踏ん張りました。しかし北澤さん、後半になってからようやく試合が動きましたね。前半はちょっと膠着してましたからね。大分としては、まあ、最後までディフェンスにも集中できたところが勝ちにつながったんじゃないでしょうかね。そうですね、試合を終えてみますと結果は1対0、トリニータ勝利しています。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さん、またお会いしましょう。